番組はワンピース大好き YouTuber の高橋藤之介が同じくワンピースが大好きな仲間を探しながら様々な企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube。 所長です。高橋です。藤之介です。仲間がいる YouTube でーす。イエーイ。こっち向いていいよ。いい？え、もう向いていいですか？向いてもらいましょう。どうぞ。せーの、はい。おー、あ、なんか見たことあるやつもある。はい、今回歴代のワンピースグッズ詰めてきました。はい。何かと言いますと、8月21日まで渋谷キャストスペースガーデンで、はい、ミートザワンピース展というね、グッズを集めたイベントをやっているんですね。はい、その設営前なんですよ今、うんうん、収録がね、はいはい、グッズをなんとお借りしてきました。よいしょ、すげえ。マジでお借りしてきたというのは、実は仲間がいる YouTube で取材なんかどうですかって、渋谷で行われるイベントだから、はい、まあ、遠方の方とかね、うんうん、なかなか来れない方いると思うんで、はい、我々取材はね、はい、ぜひ行かせていただきたいなと思ったんですが、ありがとうございます。本当に言っていいのかな。またあれ、なんかこの間の動画でもなんかあったぞそれ。すごいいっぱい引っかかってんな。すごいな。もちろんね、のすけはさ、はい、原作の知識、マルチキング、はい、なっちゃったりさ。なっちゃった。たかしもね、もちろん原作の知識、はい、ありがとうございます。すごいなと思うんですけど、はい、原作以外のワンピース2人は本当に愛しているのか、まだ計り知れない。1年経ちましたもん、疑われ続けて。今回はグッズについて、はい、君たちの知識を測っていこうと思います。なるほど。題しまして、はい、見極めろ懐かしワンピグッズ年代並べ替えクイズ。すごい、すごい。ミートザワンピース展で、もう展示される予定のグッズ、はい、をちょっとピックアップして持ってきたんですが、はいはい、この厳選したグッズを年代順に並び替えてほしい、うん、その登場した、発売された時期順に。だから所長が今5番目に発売されたってことになった。所長も早速ね、はい、前にあるやつ並べ替えをしていってください。で、はい、回答権は合計3回、うん、うわ結構むずいよ、こんだけ数あると。でまず並べてもらって、はい、まあ、並べ終わったらじゃあこれでどうでしょうと、うんうんうん、言ってもらって、全問正解だったらもちろん全問正解なんですけど、はい、正解の場合は、うん、何個合ってるか、何個ね場所が合ってたかだけ分かります、はい、どのグッズが合ってるとか分からない、うんうん、さらにヒントが2回だけあります。2つの製品を選んでどちらが古いものか教えてもらえるという New or Old、 これですか。それを出してもらったら、うん、それは1回だけ使えるわけです、ね、これ1回使える、はい、そうすると迷うやつが出てきた時にどっちの方が古いですかっていうのを教えてもらえる、はい、まあ、どっちが新しいかどっちが古いか教えてもらえる、はい、でもう1つありますか、はい、もう1つあります。ピンポイント、ピンポイント。1つだけ商品を選んで何年の発売のものかっていうのを教えてもらいます。なるほど。だからこれを使うタイミングとかもね、ちょっとポイントかもしれない。確かに。では早速、はい、やっていきましょう。オッケー。ゲームスタート。Let's go。Let's go。一回前で見ていいですか？全般。いいよ。行きましょうよ。はいはい。あ、もうウルフだこれ。これで大ヒント。最近ですよ。これで大ヒント。ね、もうカラーウォークこれ8年。は何年に出てるかだからね。これやばくない？ロロノアゾロのビュンビュンキーチェーンです。おお。多分この手がこうビュンビュンなんじゃない？ちょっと待って、ちょっと待って、さ、刀の曲がり方見てくれないですか？刀がもう。わかる？グニュングニュン。パッケージに入れ込むためにね。グニュンってなってるの、もうグニュンってなっちゃってる刀が。あと多分その対象年齢とか的にあんま尖ったものとかできないとかあるんだと思う。なるほどなるほどなるほど。これ俺欲しいんだけど結局手に入ってないんですよ。ちょっとカメラに見せてもらって。はい、これは飛び出す絵本のやつですよね、これ。そうですね。グランドペーパーアドベンチャー。ワンピースグランドペーパーアドベンチャー 3D。おお、これめちゃめちゃ欲しい。俺これすごいよね。これ10周年ぐらいで、あ、言っちゃった、ヒントめっちゃ。ヒントくれた、やったやった。めちゃめちゃヒント言っちゃった。所長あざす。うわすげえ。めちゃめちゃヒント言っちゃったよ。うわすげえこれ。これすごいよね。これすごい。あ、で横も広がる。うわすげえ。大将ライフル。うわライフル。あ、ライフルだからこんなんだこうやって、ほら。ノラ。うわ。すごいね。誰それ。ノラです。ノラ。ちょっと待って、俺こういう系のやつ、俺これやってた昔。やってたんですか。ブラウン管にこの赤白キーのやつ刺して直接始まるゲームシリーズ。俺これの野球やってたの、この感じのバットのやつ。あったね。ありましたよね、昔。あった。今の任天堂スイッチが単品でゲームであるみたいな。
多分だからパンチなんじゃない、だからこれ。うわ、なんかこれ結構震える。だって俺が小学生とかだ。うわ、これやりてぇ、マジで。面白い。さあ、そして来た、ドンジャラ来ました。これはね、我らがドンジャラ。2だ。1じゃないとかポイントですね。1じゃない。22だ。うわ、2ってむずいな。俺はね、TV やってたのは何なんですかね。でもあれ多分ジンベエってかさ、その何、結構新しい仲間もいたから、多分これより後なんじゃない、うん、難しいですね。さあ、そして、はい、こちら、あ、POP、あ、ナミさんだ。 POP の子供時代の子供ナミ、POP ですね。まあ、POP って、これ結構古かった気がするんだよな、この子供時代の。これはフィギュア知識だからね、うん。さあ、そしてその後ろが、これ何、ハンズフリーマイク。はい、携帯を挿してハンズフリーで電話できますって。すごい。まだこれ折りたたみですらないよ、だってこの携帯。うわ、すげえこれ。うわー、ピッチみたいな昔のね、時代よ。使い方書いてあるわ。いや、これ相当昔だと思うよ、これ。これは古いでしょうね。出てるさ、口、イヤホン。すごいね、これ2000年代より前、2000年代。 iPhone させないもんね。 iPhone させないですよ、これ。さあ、そして、はい、これ、あ、一番口、あ、ワンピースメモリーズ。おー、これ、これ引いたかな。一番口ですかね。一番口ですね。マグネット、メモリーズってどのラインだ。ちょっとどの一番口か分かんねえな。まあ、そんな感じで、そして後ろの最後の、あ、これあ、フィギュアゼロだ。出たフィギュアゼロの、ゾロだね。トラになってるアニマルのやつだ。フィギュアゼロってそんな古くないんですよね、確か。そうですね、僕最初のルフィだから、余人島らへんですよね。関東カラーになったのが、この A 自体がね。そうそうそう、うんうん、そうだね。フィギュアシリーズ自体そこまで古くない、うん、なるほど。じゃあ並べ替えていきますか、実際に、はい、だからまあ、はいはい、古いやつからなのか、はい、新しいやつからなのか。はいはいはい。所長はどうする、一旦置いとく。所長はもうちょっとステイで。所長ステイで、所長ステイ、OK、はい、じゃあとりあえずのもうふわっとしたのでいいですか。まあまあ一回並べてみればいいんじゃない。そうですね、これ一番新しいでしょ、うん、記憶的に。そうですね、ウルフは、ウルフのは新しいと思う。だって今 9g だよね。そうですね、これ8なんで、とにかく多分、はい、ウルフは一番新しいと思う、ね、はい、年代的にはどのぐらい、大体。これいつだ、ウルフだ、2、3年前ぐらい、うん、とりあえず僕覚えてるの、これあの YouTube やってたって、もうこの時。 YouTube だって9年目でしょ。あ、そうなんだ。私すみません、9年結構余りますよ。もう今年の12月で9年で。一番くじは、いや、そこがね、俺どの一番くじかが分かんないんだよね、これ。いや、フィギュアだったら分かるのよ、大体見てたら。いや、フィギュアショーじゃない他のショーだといろんなのが本当に多いんで。なるほど。どの時どれでもさ、パラウォーク一番くじ、これがまあトップ3。まあそうだね、一番新しめなもの。間違いない、新しい、それは間違いない、これはね。所長、そろそろ邪魔だからちょっと。ちょっとじゃあ所長、所長前に、逆に、所長はね、逆に、うん、はい、ここで。ありがとう。絵柄とか大事だよね。大事。いや、確かに。これはね、新しい目ではあるとは思うんだけど。それって表紙はアニメの絵なの？いや、これ小田さんの。小田さんの絵。あ、なるほど、小田さんの絵柄でね。多分ね、ウォーターセブンらへん。ああ、なんかそんな感じする、感覚的に。だから2005、6年、はいはい、なるほどね。そうかかな。これ一旦行きましょうか、まあ、5番目。それが、その下に来るわけですね。大体わかれば、うん、はいはい。でこれが空島なんですよ、絵柄が。絵柄ってか、あのロビンまでで、しかももうボードの内容が空島だから。衣装もそうだし。古い、これと、うん、これこれは古そうだよね。これマジで読めない。何これ、何なんだこれ確かにそういうの結構あったよね、昔からね。これ多分アーロンパークより前じゃん、少なくとも格好だけで言うと。そうですね、アーロンパークからちょっと変わっていくから衣装となると一番古そうではあるよね、うん、一応候補としてね。候補、候補。これ怪しいんじゃない、だって携帯のグッズよ。パカパカが主流だじゃん、普通に考えて。でもこの縦型なんだから、うん、前じゃない、ね、結構。てかそれ、でんでん虫の色、なんかエグくない？なんかサイドのデンデムシの、うん、あ、これはミスター3だ、ミスター3、はいはいはい、なるほどね、ミスタープリンスの下りのところ。あ、で、これ16支部だから、うん、これ、あれ、アールパック終わった後30万になるとこじゃない、はいはい、あ、でもミスター3まで出てるわ。そうですね、いいね、グランドラ入ってる、そういう情報だよ。でもこっちの方がなんか新しくない？トイザラスに並んでたもん、こういうあったあったこういうコーナーありましたよね。あったあったあった。そう、トイザラス、そうなのよ、トイザラスあったね、ね。ここが怪しい、だから怪しいね、本当にここ怪しいと。で、あとこれですね。いや、POP は間違いなく、これ、リオカは後だと思う。それでは、行ってみましょうか。行ってみます？はい、僕らが思った順番は、この順番です。ファイブミートです。ファイブミート、ファイブミート、ここもう半分当たってんだ。いや、でも半分だ、でもそれでも。でも、あとだからこの微調整をこいつらでやっていけば多分いけるよ。
これで減るのが一番怖いね。そうそうそう、そうだね、そうだね。どっかを入れ替えちゃったから3個になっちゃうとかあるわけでね。そう、怪しいって言ってたのが、まあ、こことここ、うん、であとはまあそっちの最新系だよね。 7,8？ うんうんうん、7,8。なるほど。いや俺ワンピースメモリーズちょっと引き出したい。どっちを使うかですよね。ピンポイントとニューゴアオールド、一回ここで使ってもいいよね、十分。でも多分ね、こういうのにピンポイントで使ってもいいんですよ多分。はいはい、わかんないですね、こういうとこに。なるほどね、はいはい、うん、年に出たのかっていうのを、はいはい、このロビンちゃんは、うん、あ、もうロビン、もうだいぶ前、空島だから。帽子かぶってるロビンか。そうで、しかも空島衣装じゃないんで、これよかはこうじゃん。そうですね、こうで、ね、うん、でもここも、まあ、わ、まあ違うことがなくはないけどね、うんうん、あ、まあ出たタイミングだとね、そう、フランキーが仲間になるまでちょい空いてるんで。なるほどね、はい、これちょっと開いていいですか、はい、どこまでがあるか、どこまでがあるか、最後のページでしょ。最後のページです、ね、どう、さあどこだ。アラバスタ海。なんで、でも名シーン、熱っ、これ熱っ、うまい、熱っ、熱っ、後ろにね、後ろにいる、熱いね、めちゃめちゃ熱いじゃんこれ、びっくりした今。演出してるな、これ。なるほど、名シーンが詰まってる。名シーンだから別に、あ、でもエンレスロビーですね、エンレスロビー。あ、なるほど。ワープール、ワープール、面白いな、これすごい。これまた出してほしい、なんかこれワノ国編とかでも映えそう、いろいろ。ほらフランキーだし、エンレスロビーだったじゃないですか、エンレスロビー。だから合ってんじゃん。なるほど、シーン的にはね、エンレスロビーだろうなっていうの読みは当たってた。なるほどね、スリラバ結構ないから。ということはですよ、だからまあ ここでもこうだよね、と思うなーってると思う、うん、でもこれ、それも怪しいのよ。6、7、8はちょっと正直怪しい。あ、これも怪しいんだ。意外とこの子供シリーズがいつ出たかって微妙なラインなんだ。どこで使うかですよね。いやー、ピンポイントなのか。いやー、ちょっと難しいじゃないかな、決まり。これはそうだよね、ニューワールド。だからまあ、あの2、3なの か、 だから6、7、8 6、7、8も不安じゃん今。そうですね、これ一番くじ、あとこれ、うん、でもこの2択で迷ってなったら、ここにはオール使って3個迷ってるのを1個ピンポイントって振り分けるとか。天才、イエス、天才です、うちの相方。作戦が決まりました、はい、じゃあここで、はい、バン、出た、ニューオアオールド、どの2つに使いますか。いいと思うけどな、うん、俺は。じゃあどっちの方が古いのか、はい、をお教えしましょう、はい、古いのはハンズフリーマイク。おお、じゃあ合ってんじゃない。合ってんの、こう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 、合ってんじゃん、合ってんじゃないか、ここまでは合ってる、まさかのね、え、合ってんじゃない。へえ、だからあっち4つはもうゴム、いや、こいつこのパターンとかあるかな。あ、そっか、 POP がこの間なんか10周年ぐらいじゃなかった、違ったっけ、気のせいかも、すいません知りません。さっきのニューアオールド使いました、ピンポイントを使うのかどうか、並び替えるのかどうか。そうですね、ピンポイントをちょっと後で買うでいいよね。はい、いいと思います。じゃあ、え、これこの、いや、この説もあんだよな、ちょっとやってみますか、じゃあもう、もう行ってみよう、うん、ちょっと思い切ります。はい、思い切りましょう。こうして、で、今だからあと2個変えるってなったら、じゃあ6、7、6、7も変えてみましょうか、はい、して、はい、はい、そうそう、6、7、一旦これで行ってみます。2回目、僕たちが思う順番はこの順番です。スリーミート、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 2個減りました。2個減る、はい、2個減りました。すぐ戻そう、すぐ戻そう、忘れないうち、すぐ戻そう、忘れないうち、怖い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 、忘れないうちに、あー怖い、あー怖い。どれかにこれ使おうよ。そうですね、もうあと1個ね、どれに使う、どれ使うの正解なんだこれ。分かんないのにピンポイント、例えばこれとかちょっと正直分かんないのに、全然分かんない、分かんない。そしたらこれが何年ってもらえる、何年が分かる、うん、あと多分この4つ、え、でも違うか、 2個減ったんだよ、2個減った、あ、こいつらだ、だからこれで5なんだもん、うん、そう、頭パンクしそう、頭パンクする、これ。ちょっと待ってよ、はい、待ちます。これ5あってるじゃないですか、これで5あってます。で、仮にね、じゃあこう変えたとしましょう、こう、はい、1回変えたとしましょう、はい、で、これで3になるんだとしたら、うん、これを変えて3っておかしいんですよ。はいはい、ってことは変えて合ってたかもしれない。え、もう何も分かんなくなってきた。一回戦しよう。これが5個合ってた、今5合ってます。さっきは、8と9を入れ替えた、8と9入れ替えて、6、7入れ替えて、減りました、3ミートになっちゃいました。このうちの、この4つのうち2は合って
ます、この状態で、うん、っていう状態ですね、ってことですよね。次ここ変えたら減りました、でも今の状態で合ってます、うん、でもこっちが合ってるってこと、それもあるか、まあまあまあ、でここは逆パターンか、もうある、ありうる、ありうるか、ありうる、ありうるやん、次で当てるのは不可能、不可能ってことですいやでも別に不可能ではないけどで勝手に不可能にしないでもらっていい、だってだってむずいんだもん、ちゃんとルール決めてるから、むずいよ、サッカーむずいよ、ピンポイントどこに使うじゃん、ね、ピンポイントがもうね使いどこが分かんないよね、今の状態って5が、まあ向こう3は硬いよな、いやあゆか3-4とかワンチャン3-4チェンジとか、2-3はパンチバトルより携帯の方が古いんだから、ワンチャンこのパンチバトルが 3-4 で変わる可能性はあり得るよね、いやさすがにここまで食い込まないと思うんだよ、うん、食い込んでこのドンジャラが3と4、はいはい、3と4の可能性、なるほどね、でピンポイントをでもこっちにはつかないですよね、でもね、少なくそうだね、もっとここが混雑気味じゃないですか、うん、混雑してる、メモリーズって俺でも見た気がすんだよな、動画で弾いてた気もしなくもないのよ、それより感覚としてどっちかっていうのもない、分かんないですか、いやチャイルドシリーズ、この子供シリーズがちょっと分かんないんだよね、じゃあこれに使ってきます、ピンポイント1回使おうか、うん、じゃあ一度使います、でははい、ライフラインピンポイント対象はポートオブパルス CD2 なる、お願いします、こちらの商品は、はい、2008年発売です、2008年、なるほど、まあまあ前やな、そうだね、ここの可能性もあるんだ、出てきた、来たね、出てきたね、これだってエニエスルーグなんて言ってんの、うん、すごいあのズルだけど、はい、さっき所長がこれ10周年って記念って言ってこれめちゃめちゃ欲しい、俺これすごいよね、これ10周年ぐらいで、あ、言っちゃった、ヒントめっちゃヒントくれた、やったやった、所長めちゃめちゃヒント言っちゃった俺は忘れてなかった、ごめん所長ごめん、そうなると1990年だね、所長の記憶がね正しかかどうかわからないから、間違ってるかもしれない、所長の勘違いかもしれない、あ、なんかこれやっぱそのなんかここ合ってる気がしますわ、なんかなんとなくね、はい、そうなんでかわからないけどここ合ってる気がするんだ、合ってる気がしてきた、でもさ、そしたらどれが違うのって感じなんですよ、これだからここがこことか、うん、でしょうね、うん、なんかそんな気してきた、行くか、うん、もう行こう、行ってで、あと1か所今整合性取れてるもんね、これ、はい、この時点でこれでじゃあ7個合ってると仮定しましょう、はい、であとこの3つですよ、78入れ替えてみます、78いってみようか、もうこれが今最善ではあると、そうだよね、最善を尽くした、あとだからもしかしたらワンチャンだが、本当これがもしかしたらこうか、お前しかもビュンビュンキーチェーンが2022年、お前秘めてるのかお前、なんかなんかお前秘めてるかビュンビュンある、ふざけんなよお前、これビュンビュンこのなりでよ、今のところ俺らの中だともう今、うん、もう9じゃん、できた、9ミーツ来てる、できた感じする、ね、9ミーツ来たから、できた感じする、もう今やれる限りのことはした気がする、うん、僕たちが思う順番はこの順番です、ナインミーツ、よっしゃー、嬉しい、オッケー、よっしゃー、やったー、イエス、やったー、よっしゃー、やぶねー、年代振り返っていきましょうか、はい、一番最初のロロノワゾロのビュンビュンキーチェーンはバンダイさんから2000年に発売されました、2000年、でもアニマ始めてすぐだってすぐですね、1年ぐらい、はい、そしてその次のハンズフリーマイク、こちらはバンプレストさん、はい、2002年に発売されました、2002年、そしてドンジャラコンパクトワンピース2、うん、これがバンダイさんから2003年、ワンピースパンチバトル、はい、こちらもバンダイさんから2004年、うわ、まあ、ここ良かったね、これ変えて、そしてその次飛び出す絵本ですね、ワンピースグランドペーパーアドベンチャー 3D、はい、こちらはね集英社から出てきまして、はい、2007年、おやっぱそう、おやっぱり、ね、10周年だね、やっぱりそれはやっぱりそうでした、そしてこれねポイントだった、はい、POP、うん、幼少期立体化ナミ、これメガハウスさんから2008年、8年、はい、さっきもね言いました、そしてフィギュアーズゼロアーティストスペシャルロロノアゾロアズトラ、うん、2012年6月、2012年6月、はい、月まで行ってる、すごい、ということは一番くじワンピースメモリーズ、はい、じゃあ2012年11月、攻めてんな、おい攻めてんな、うわど、そして最後、はい、ワンピース小田一郎画集カラーウォーク8ウルフ、はい、2018年、はい、まあ、新しいですね、はい、はい、ということで、はい、なんと行けることになったんですが、うん、ちょっとここで一旦、はい、借りてきたけど惜しくも問題から外れたアイテム、はい、というのの紹介をしたいと思います、はい、
そちら借りてきたけど惜しくも問題から外れたアイテムなんですが、はい、テーブルゲームバギーのド派手に消し飛べ、はい、これすごくないですかこれこれはですね2000年発売2000年。あ、これさっきのコメントこれね、まだあのアニメの絵なのに吹き出しがついてるという派手に飛ぶぜ。バギーって言ってない顔だもんね言ってない。でバギー自分飛ぶのに派手に飛ぶぜそしてテレビアニメワンピース携帯スタンド、あ、これね、こっちとだから別物ですね。そう、別物です、うん、これが2003年、うんうんうん、すごいね、これシャンクスサイズの携帯があるこれ今だからレッドでもう一回このタイミングで出てもおかしくないラインナップがあります全然、ね、違和感ないですよ。まさにこれパカパカなのかな、それね。そうです、携帯、本当だ、そうだ、さっき言ってたやつだ、うん、携帯スタンド。そしてチョッパーマン×チュッパチャップス、これが2007年。こういうものがいっぱい展示されてるわけですよ、はい、サリアには。楽しい、これはワクワクするね、うん、じゃあね、正解したんで、はい、実際に渋谷の方にはね、取材に後で行きたいと思います。よっしゃ、まあ、一般のお客さんに迷惑にならないタイミングで、はい、伺いたいと思います。じゃあいつものやつでちょっと締めたいと思います、はい、それでは次回もこの動画に仲間がいるよ。ワンピース仲間がいる YouTube では今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。